サナエとゲームの G-GUNTS 紹介アージマリオ。思い出だけに生きる心閉ざして咲き乱れた夢が散る。今日もご機嫌で何歌ってたの？レイムさん、えへへ、さっき歌ってたのはバラの憂鬱という歌です。ジョルジュ・ド・サンドのキャラソンですね。イントロからもかっこいいですよ。じゃあ今回紹介するのは、そう、今回はジョルジュの誕生日記念も兼ねまして、ガンダム・ローズ&ジョルジュのグッズ集です。それでは本編スタート。深紅のバラの貴公子ガンダム・ローズ、ジョルジュグッズ紹介。さあ紹介しちゃいますよ。まずはこちら144/1です。最初のピットなのね。でもなんか色が、投稿者曰く、頑張って塗ろうとしたけど緊張して手が震えてこうなった、だそうです。筆塗りのコツあったらコメントで投稿者に教えてあげてね。少数ですがハイパーモードバージョンも発売されました。グレードアップパーツをつけてます。グレードアップパーツについてはショート動画で紹介してるから、そっちもよろしく。 G ガンダムバトル、当時の食玩ですね。こういうのって当時200円とかだけど今は触れにやすいちゃうのよね。そうですね。でもこちらは1000円程度で見ますね。メカコレクション、こちらは144/1からさらに安くしたキットです。大きさは144と同等ですが、左肩のギミックはリミットされていますね。あれ、でも意外と造形は良くない？顔もかっこよくできてるわ。ですね。安いからってなかなかバカにできません。 G ガンダムファイター、こちらは1つ100円の食玩で、大きさは小指ぐらいです。小さいわね。でもこれもよくできてるような。そうですね。昔のグッズって安くてかっこいいから当時の人たちが羨ましいです。今は高くなっちゃってますから。お、かっこいい。100分の1。大きさはほぼ同じですが、こちらはモビルファイターシリーズというグッズです。今現在出ているガンダムローズのグッズの中で一番大きいサイズですね。特徴としてはミサイルが付属しますね。は？ミサイル？バネにより発射することもできます。ちなみに海外版ではリメイクされ、ローゼスビットがつくようになりました。造形も変わってるね。並べてみるとこんな感じ。かっこよすぎます。ガンダムローズファンの方はぜひ海外版を手に入れることをおすすめします。元祖 SD ガンダム、こちらはドラゴンガンダムとのセット商品です。投稿者、カッタルカッタのカスミ入れ途中でやめてるわね。ガン消しある。色違いポンプはさすがにきついです。強いて言うなら青色の方が良かったね。海外の SD ガンダム、こちらは手に入れるのに時間かかりましたね。ポーズは固定なのね。それにしても相場高いような。こちらの商品、もともと他の機体とセットなので、それもあって単品で手に入れにくいんです。ハイパーモードも出てます。こちらはもっと高いですね。モビルスーツインアクション、こちらは安くてかっこよくてそれなりに動くフィギュアです。かっこいい。安いって言うけどいくらなの？だいたい2000円程度で買えますね。ハイパーモード、こちらは海外限定なので4000円ぐらいしちゃいます。スカットバージョン、グランドガンダム戦をイメージした姿ですね。これは以前ショート動画で上げてたよね。 HGFC、 今のところガンダムローズの最新キットです。モビルスーツインアクションも良かったけど、こっちもかっこいいわね。それなりに動くので、こんなポーズも撮らせてみました。レイムさん、このポーズの元ネタってわかります？なんだろう、こんなのやってたっけ？正解は東京オープニングの再現です。シャットル同盟のガンダムが並んでるところですね。また新モードを搭載しているのですが、天地天国のネタバレになるんでやめときます。公式サイトで無料で読めるから、まだ見てない人はぜひ見てね。では次はジョルジュのグッズを紹介しましょう。アクリルスタンド、 G ジェネでよく使われる立ち絵ですね。最近アクスタ人気よね。ちょっと高いけど。アクリルスタンド、その2。なんでこれ見てるの？30周年記念のイラストをアクリルスタンドで再現するからですね。と思ったけど、ジョルジュ下の方でしたね。次はカードを紹介します。ジョルジュのグッズはもうないの？いや、
あるにはあるんですが、投稿者がそれを持ってないんですよね。ゲットオンガンダムというグッズなのですが、なかなか見つからないんですよね。目撃したら投稿者に教えてね。じゃあカードの紹介しますね。こちらは G ガンダムカードダス、数少ないキラカードの1枚です。ジョルジュ、ファイティングスーツの黒色です。初期設定だとこうなってたのかな。ガンダムローズ、こちらもローズ、これもローズ。証明写真みたい。ジョルジュとローズ、シャイニングとローズ。ローズの顔かわいい。スクランブルギャザー、遊んだことないです。背景実写いたじゃが、投稿者いわく油っこくて1日2個のペースで食べてたそうです。いや、カードの紹介しなさいよ。これは4話のイメージね。ガンダムトライエイジ、これは全部揃えたかは買ってないので紹介しきれないカードもあるかもしれません。なお、このカードはジョルジュとくっつきます。ゴッドリンクみたいね。その2、その3、その4。オフィシャルイベントってあるから限定カードっぽいね。その5、その6。これだけ横向きです。チャップマンに言ったセリフね。次はジョルジュのカードです。これはさっきのゴッドリンクみたいになるカードね。その2、その3、その4、その5。悪役みたいな顔ね。次は雑誌での書き下ろしを紹介します。謎シチュエーションね。これは確かクリスマス頃の雑誌です。ファンがドモンに言ってほしいセリフを関さんが選ぶ企画でした。ジョルジュウキウキね。このイラストめっちゃかっこいいです。大阪さんが描いていたのでしょうか。月刊ガンダムファイト最終回頃のですね。 D クラブのだから今度出る G ガンの設定資料に収録されると思うわ。こちらはガンダムファイターインタビューです。これも収録されるのが決まってますね。これは確かニュータイプだったかな。かっこいいですね。光で見にくいけどこのジョルジュかっこいいね。これはこれはガンダムパーフェクトファイルという雑誌の書き下ろしポスターですね。本当は額縁に入れて飾りたいですが、1枚しか持ってないんでしないです。かっこいいわ。ローズ以外にもあるの？ありますよ。パーフェクトファイルは別で紹介しようかなと思ってますので、その時に教えます。さて、グッズ紹介は以上になります。ここからは最近あったことを話すおまけコーナーですね。 G ガンダムガイデン第2部英雄編成が完結しましたね。感想は今までの設定資料と矛盾が発生しているのでパラレルワールドとして割り切りました。またG ガンダムが収録されたウェハースも発売されました。投稿者はいただいたウェハースを開封した結果、 G ガンからはマスターとゴッドが出ました。しかもこのゴッドはシークレットらしいです。赤破天鏡ゴッドフィンガーね。他のゴッドのシールを持ってないんでは分かりませんが、バーニングガンダム名義なんですね。確か海外だとゴッドガンダムじゃなくてバーニングガンダムなんだってですね。宗教上の理由でそうなってます。そうそう、メタルビルドゴッドガンダムが出る予定でしたが、シャイニングガンダムも開発中だそうです。すごい、ゴッドガンダムに続いてシャイニングガンダムも出るのね。また HGFC ドラゴンガンダムも皆さん届いている頃ではないでしょうか。フォロワーさんがみんな作っていたんですが、投稿者は実家に届くようにしてるんでまだ作れていません。一人暮らしの平日は会社にいるから受け取れないのよね。休日は基本内で遊んでるし。最後に G ガンダムガイデン3章東方の玉が連載されることが決まりました。詳しいことは分かりませんが1月から始まるそうです。それではバイバイ。ボルトガンダム早く出して。